ポール・ストッターとポール・ストッターとは、オーストラリアの実業家。F1 に、かつて存在した、ミナルティチームのオーナーであったことで知られる。日本語表記は、ポール・スタッターと,と書かれる場合もある。ビクトリア州メルボルン郊外のコバーグ市出身。最初に営んだのは、自動車販売業で、この頃から、レースのパトロンをはじめ、 様々な地方レースに自身の GT カーを出場させるという活動を行っていた。1989年、前触れもなくオーストラリア空軍からブリティッシュやクラフトコーポレーション製の旅客機 BAC1 から11の新品を1機購入しないかという申し出を受けた。当初、ストッタートはこの機体を既存の航空会社なりチャーター便の運営会社なりに転売して、 利益を得ようという目論みからこの申し出を承諾したが、ほどなくオーストラリアがタスマニアをギャンブルの特区としていることに目をつけ、賭博目的の客をオーストラリア本土とタスマニア島との間で往復させることを目的に、自らチャーター便を運営することを決断した。この事業は、ストッターとが事業の拠点をイングランドに移して、後にヨーロピアン航空となり、 乗客専門のチャータータ便事業とととして、大成功を収めることとなった。1996年に、ティレル、ミナルディ、ベネトン、ブラバムの旧式 F1 カーを購入し、ヨーロピアンフォーミューラレーシングを設立すると、1997年から F1 ヒストリカルチャンピオンシップに参戦し、ナイジェル・グリーン・ソウルをドライバーに起用して1997年と1998年に、 優勝した。また、1997年に経営するヨーロピアン航空の名義でティレルのスポンサーとなっている。1998年、ティレルはブリティッシュアメリカンタバコによって買収されたが、これは新たに設立されるブリティッシュアメリカンレーシングの F1 参戦権を確保することが目的であったため、ティレルの資産の多くは引き継がれなかった。ストッターとは、 ブリティッシュ・アメリカン・レーシングが必要としなかったティレルのファクトリーなどを購入し、1999年から自身のチームで国際 F3000 に参戦し始めた。ヨーロピアン航空の名義で1999年はジョーダンのスポンサーとなる。2000年はアローズのスポンサーとなり、アローズのジュニアチームとなった自身の F3000 チームでオーストラリア人のマーク・ウェーバーをドライバーに起用した。 F1 の2001年シーズンの開幕直前、ミナルディの共同オーナーの一人、ガブリエール・ルミからチームの株式を買い取って、チームの運営権を掌握した。万年再開、万年金欠で知られた同チームだが、ストッタートが買い取った当時は、チームの歴史の中でも特に深刻なチーム存続の瀬戸際に立たされており、ストッタートの登場はまさに地獄にフッツと言って良い、ものであった。 しかし、チームの参戦枠の転売などを目的に、同チームに職種を伸ばした、あるいは伸ばそうと試みた、実業家は過去にも少なくなかったため、運営するとなると実利はまず見込めない、ミナルディの買収にあえて踏み切ったストタートという、実業家に対しても、当初、それらの同類といぶかしむ人間は少なくなかった。また、当初はチームを、イギリスの自らの本拠地に移し、 ファエンツァを離れてしまうのではないかという声も上がった。ストッタートが指揮するようになって後もチームは慢性的なスポンサー不足を解消するには至らず広報集団にうずもれて各シーズンを送ることとなる。2002年末、ストッタートはヨーロピアン航空の代わりとしてオランダの浴槽トイレ製品製造企業であるウィラックスを新たにタイトルスポンサーに迎えた。しかし、 2004年のイギリス GP 直前に同チームで長年にわたってスポーティングディレクターを務めていたジョン・ウォルトンが心臓病により亡くなりそれに脅意を示すべく同 GP において全てのスポンサーロゴを事前の通知もせずに外してしまったことでリラックスの激輪に触れ支援が打ち切られるという事態に陥ってしまったこれにより再びチームは球場に陥りオーナーである ストッターと自身が自身の F1 カーコレクションを売却するなどの方法すら用いつつ、ミナルディは厳しい財政事情のもとで数シーズンを送り、2005年9月12日、ストッターとはチームをオーストリアの飲料会社レッドブルのオーナーであるディートリヒマテシッツに売却すると発表し、F1 の世界から去った。ミナルディチーム売却に前後して VIP を対象としたチャーター便会社。 オズジェットをオーストラリアで設立した。レッドブルにチームを売却した際の売却額については多額に上ると噂されており、この新会社の設立にあたってそれを当てたと言われている。F1 からの撤退後もオズジェットとヨーロピアン航空のプロモーションの一環としてヨーロピアンミナルディの西田 F1 カーをイベントなどで走行させている。また、 2007年のジャンカルロミナルディの GP にへの参戦とは別にアメリカのチャンプカーへの参戦準備を始めた。2017年現在は F1 の各グランプリへの旅行ツアーを運営する F1 エクスペリエンシーズも経営している。F1 エクスペリエンシーズではにシーターカーの同乗やピット作業の実体験といったファン向けサービスも手掛けており消滅した魔能レーシングの機材の一部などを 購入してサービスに充てている。チームをレッドブルに売却してからほぼ半年後の2006年3月、ストッタ後は2008年の F1 選手権に参戦すべく FIA にミナルディの名で参加の申請を行ったことを明らかにしている。このニュースを聞いた同胞のマーク・ウェーバーは素晴らしいね。彼は負けず未来で情熱的な人物だ。ポールがカムバックできれば嬉しいね。 彼はアパドックにふさわしい人間だよ、とコメント。しかし、この申請は却下されてしまった。理由は不明。2006年12月18日、インディアナポリスを本拠地とする区と、レーシング HVM チャンプカーチームの株式の過半数を取得し、ミナルディチーム USA として2007年シーズンからチャンプカーに参戦することを発表した。 しかしジャンプカーが2008年よりインディカーシリーズと統合され、ミナルディチーム USA はチーム名を元の HVM レーシングに戻したため、ミナルディの名前はわずか1年強で消滅した。ありがとうございます。